球するの。はい。な、舐めんなよ。口先だけでな、人生変えたいですなんてな、そんな甘い考えで言うな。口だけだったら最初から口出すなって。ケイタさんお疲れ様です。はい、お疲れです。最近視聴者さんからの声で、うん、ケイタさんのリアルが見たいっていう要望が多かったんですよ。うん、うん、うん。だからあれやろ、最近ずっとカメラを回してる場面が多いってことでしょ。で、使えるとか使うみたいなね。そうです、いつも。今日はなんか従業員の方とお話があるとお聞きしたんですけど。そう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 。まあ、話っていうか、わかりやすく言うと、僕今怒ってます。え、怒ってるんですか？相当怒ってます。はい。まあ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 、別にその内容もリアルに見せれればいいかなと思って。本当ですか？カメラ入っちゃっても大丈夫ですか？全然いいよ、全然いいよ。多分俺って結構優しいイメージとか、そんな怒らないイメージだと思うけど、はい、俺ってやっぱり結構厳しいとこ厳しいから、はい、まあ放送できなくならんように怒りますわ。わかります、はい。まあ俺怒ったら怖いっていうことは知ってる人は知ってると思うから。間違いないです、うん。でも本当に今、ほんまに心の底からマジでイライラしてる。相当イライラしてる。まあ LINE でも昨日ブチ切れてんねんけど。あ、そうなんで、今日まあ来いっていう話で、もう直接来いっていう呼び出したから。はい。はい、じゃあその様子を今日はちょっと発着させていただきます。はい、はい、オッケーです、わかりました。はい、じゃあよろしくお願いします。はい、はい、よろしくお願いします。いきましょうか。はい、行きましょう。はい、はい、お願いします。褒めるとかやったらいいんやけど、なんかこう従業員と会ってもさ、褒めたりさ、こうな、仲良くこう喋るんやったらすごいね。やっぱ人に怒るってさ、めちゃくちゃ体力いるから。まあ怒るっていうか教えるんやけど、うん、頑張るとか、頑張るって決めたとか、なりたい自分があるって決めたんなら、うん、とことんやれよって。それじゃないと俺の目の前に現れて、それを口に出すなって思うのよね。なるほど。口に出した以上やれよって。まあ熱いから。はい、うん、でもなんか俺って前向きな失敗とか、こう前向きな挑戦してのミスってあんま怒らなくて、あんま怒らんというか全く怒らんくて、うん、まあ知ってると思うけど、怒らんけど、なんかそれは違うやろっていうこととか、うん、まあ、そこは考え方も改めた方がいいぞっていうこととか、まあ不義理もそうやし、まあそういうものに対しては人一倍怒ると思うから、うん、なんかもうそういうやつと一緒に仕事したくない、マジで。起きてきた。お疲れ様です。座れ。はい、閉めて、そこ。お疲れです。お前何で怒られてるか分かってる？はい、分かってます。なんかさ、はい、俺いつもさ、本質分かれってさ、はい、お前にずっと言ってるやん。はい、言われています。全く分かってなくない？はい。まず第一に、はい、今って飲みに行くときなの？違います。なんで違うの？今は、自分 の、 あの基盤を作るためのやり抜く期間です。いや、そういうことじゃなくて、はい、試験控えてんだやろ。そうです。営業の、はい、控えてます。試験も控えてんだやろ。控えてます。試験も控えてるし、実際にこうやってコロナも出てるわけやんか。はい。で、営業なわけやんか、次やる仕事がさ、はい、飲みに出歩くメリットあるの？分からへん。今そうやって種まいてるのかもしれへん、営業やからな。はい、うん、分からんけど、はい、お前さ、はい、今までお酒で失敗してきたことあるんじゃないの？前職でも。はい、あります。あるよな、聞いてるけどな。はい。同じ失敗するの？また酒いる？そこで。いや、酒はいりません。絶対いないよな。はい。お前それ自分の尻塩で飲んでるだけやんな。そうやんな。はい。いや、分からへん。はっきり答えろ。はい。な、いや、お酒飲まないとこのままいけないんですって言うんやったら分かるわ。はい。そこは100歩譲って分かるわ。はい。うん。そうなの？どうなの？前回のについては、うん、ウーロン茶とかでも大丈夫な席でした。そうやろ。はい。じゃあ何で飲んで。はい。私利私欲やろ、だから自分の。その通りです。自分が楽しくなりたいからとか、そうやろ。その通りです。うん。まあまあ、まず第一はそこで思ってんねん。はい。それを分かってる？理解できる？理解できます。分かってる？はい。うん、じゃあなんで次、もう一点、怒ってる部分があって。はい。お前さ、昨日さ、飲んでてさ、はい。俺 LINE したよ。はい、いただきました。で、俺、怒ってたよ、LINE で。はい、怒ってました。怒ってなかった？怒ってました。なあ、はい、お前次飲んだらクビになって、俺怒ってなかった？怒ってました。うん。でもさっき昨日もう飲んでたよ、その LINE が来た時にはな。はい。だからそれは仕方ないんだよ。はい。うん。
今日からのままでそれは約束だから別にええねん、はい、昨日俺が言う前に述べた分に関してはええねん別に、はい、うん、でもさ俺怒ってるわけやん、はい、怒ってお前に LINE してるわけやん、はい、でさ一発目の LINE がさ、まあ、10分20分で帰ってきたわ、はい、な申し訳ありません飲まないです約束しますって来たわ、はい、そこまではええわでも俺怒って LINE してるわけやん、はい、その後さなんでも3時間も4時間も LINE 帰ってけへんなんで既読つけへん俺それが一番ムカつくねん、はい、普通な怒ってたらな社長に怒られてる怒られてたら携帯に貼り付くはずだよ、はい、意味わかるかを言うてる一発目に送ったお前も明日から先気にしなっていう LINE を送れるんやったらわかんない、はい、まあ、お客さんとおるとかお風呂入ってるとか体鍛えてるとかそれはかまへんわそこで1時間2時間レス送れるのはかまへんわでも1回返してきたわけやんかってことは携帯見てるわけやんかでその1回返してきたのがすいませんでした申し訳ありませんやんか、はい、怒ってるのに対してその後何とも思わなかったわけ3時間4時間携帯放置して俺が怒ってるのにかかわらず放置しとったわけやろ1回目の LINE ちゃうやんってそれが普通さ俺が怒ってたらさ携帯貼り付けへん席外してでもお前のためにって言ってんのに、はい、怒ってるように見えるかもしれない俺教えてんのよ、はい、お前のためにお前前職でさ、はい、何会社思いしたんじゃないの会社思いしましたしたんじゃないの、はい、なあ嫁とも離婚したんちゃうのその通りですなあでお前人生変わりたいって言ってきたんちゃうのそうですそれで飲み歩けんのかこんな自分何の本質も分かってへん俺先気にしてやる分かりましたお前次飲んだらマジでクビにすんの俺はいなあ、はい、俺ほんまにするからはい分かってると思うはい人生変えたいって言ってきたやろその通りお前が人生変えたいのかななりたい自分があるんですってな来てなかったらな別に構わへんわ言われた仕事だけあったらでもお前人生変えたいやろ変えたいですなあ別れた今も見返したいんやろ見返したいですだから本気で来たんちゃうのその通りです。それに対してさ、中途半端すんないじゃん。はい。なあ、中途半端するんやったら、それのことは口に出すのは失礼や。本気でやるやつに対して。はい。うちの会社も本気のやつばっかりや。いっぱいおんねん。お前が入ってきて指揮目指されたら、指揮目指されたら困んねん。はい。口だけなんやったら、最初から口に出すなって。黙って働くようだよ、ね。前の嫁とか、離れた人を見返したいですって。言うなの。なあ。言うな中途半端だったら、はい、な俺それがムカつくねん俺もな熱いやん、はい、本気やねんお前に対して、はい、本気でお前のことどうにかしたいと思ってんの、はい、思ってなかったらわざわざ今度呼び出して言わへんの、はい、な時間もったいないから、はい、俺が言わなくなったら終わりやから、はい、な呆れたら終わりやから、はい、な言われてるうちが花やと思えん、はい、な、はい、俺も本気やからお前に呼び出して言ってんの、はい、わざわざ時間作ってありがとうございますなでも俺だけ本気でもさ、意味ないやん。お前も本気じゃないと。はい、お互いが本気で、な、化学反応で起きるんじゃないの人生って変わっていくもんじゃないのその通りです。な、口先だけでな、人生変えたいですなんてな、そんな甘い考えで言うな。こんなことで怒られるんやと思うかもしれへんけどな。俺にとってはめちゃくちゃ大きいことや。お前にとっても大きいことやで、はい。今の欲より未来の欲取れや。俺いつも言ってるやろ。はい、何の本質分かってへんけど。何の本質も分かってないやんけ。そんなんで売れるわけないね、英語なんか。なあ、自分の会社の社長にすらさ、本質分かってないって言われたら、お前お客さんの本質分かんのか分かるやろ。特にお前俺の厳しさ知ってるやろ。はい。みんなから聞いとるやろ。はい。なあ、いつもニコニコ笑ってるけど、お前、舐めんなよ、みんな。はい。別に俺の頃もカメラ回ってるけどさ、別にどう思われてもええねん。松井さんって怖いなとか、思ったら怖いなって言われて、別に社員が次から入ってこないでもええねん、別に。本気で向き合ってるだけやろ、俺は。はい。うん。本気で人生変えたいから俺も本気になったらよって。でも生半可な気持ちのやつだよ。来てもらう。最初から来てほしかったから。な。はい。どうでもいいからさ。酒飲むなよ。はい。俺が飲んでいいって言うの絶対飲む。はい。わかりました。一切飲みません。な。はい。約束できるのかもしれない。はい。必ず約束します。な。はい、お前飲んだらクビやで。はい。わかりました。な。で、その LINE の本質も分かれよ。はい。な。はい。分かるよ。言ってる意味分かるな。分かります。理解できるんやったら今日から直せ。分かりました。なあ、人に愛されたいんやろ。営業ってそういうもんちゃうんか。その通りです。なあ、商品なんかどこも一緒じゃん。ほとんど商品なんか一緒。自分売らなあかんねん。あなたに任せたいって思われなあかんねん。はい。そうやろ。その通りです。まずさっきも言ったけど、コロナ禍で飲みに行ってるやつに対して誰がお前、お客さんがつくねん。わきまえろよ。今そういう時ちゃうやろ、お前は。はい。他のやつとも一緒にすんなよ。もうほんま口だけやろ。はい、現段階では俺現段階でお前のこと口だけで思ってるからこっからお前がどうやって巻き返していくか知らんけどこれ最後の注目、はい、もうないで分かりました
わかりました。わかった。はい、わかりました。まあ、しっかり直せ。はい、じゃあ。ありがとうございます。俺、ほんまどうでもいいと思ってるやつに言わんから。はい。マジで。なあ、本気でお前のことをどうにかしたいと思うし、お前のその熱い気持ちがあるからこそ、俺はどうにかしたいと思ったからこそ、お前に言ってるから。わかるか？わかります。なあ、俺、ほんまにどうでもいいと思ってるやつに言わんからさ。マジで。会社でもそうやろ、俺。はっきり言って。全員が全員幸せにできるなんて俺思ってないし。でも本気で来るやつに対しては、俺も本気で臨みたいし、でもこいつも本気で涙流しながら、こうやって涙流しながら来たから、一番最初も。だったらお前、俺は本気で行くでって。うん。俺も本気で行くでって。ここでは俺はな、お前の親やから。だからお前も本気にならないと、そんな簡単にさ、人って変わらんし、そんな簡単に人生で変わらへんし、自分の欲に負けてるようじゃ人生って絶対変わらんから。だからお前熱い気持ちは持ってんねんから。はい、それ誰よりも分かっとるよ。だから採用しとんねん。俺もな、別に人に困ってへんから、誰でも採用するわけちゃうねん。はい。なあ、お前の周りにも言っとるわ。聞いてるやろ。聞いてます。うん。なあ、お前を取るときもいろんな人に反対されたわ。だって大丈夫ですかって。反対されたね。いやでも俺はこいつにかけたいから、こいつの思いが好きやから、取れって。採用しろって。なあ、その俺の気持ちを踏みにじるんだよ。はい。俺の顔も潰れんの。お前が活躍せえへんかったら。他にも賛成してくれてるうちの会社のやつがいっぱいおるやろ。そいつらの顔潰すなよ。まあいいわ。まあとりあえず、俺もう今日のことは今日で忘れるタイプやから、うん、俺引きずれへんから、はい、全然、はい、分かったんやったらもういいよ。もうこんな話は一緒せへんから。はい、分かりました。ありがとうございます。お前がこれを直したら、はい、この話を一緒するつもりはないと思うから、はい、うん、俺ほんまにもうびっくりするように切り替えるから、これはこれで怒ってるんじゃなくて教えてるから、ね、うん、教えて分かったんやったら今日から直せばいいし、人間なんて変われるから、はい、失敗とかミスは誰でもするから、その後が大事だからね。今日から全然な、直して切り替えて新しい自分で行ったらええやん、はい、そっちの方が絶対いいな。お前の言うとこは素直やし、熱い部分持ってんねんから、でもちゃんとわきまえて我慢するとか我慢して、はい、しっかりしないと。お前が変な思いするから、はい、うん、別に俺はええねんで、ほんまに俺別に人にどう思われてもいいから、でもお前ってそういう立場じゃないやって、はい、俺と同じ目線でおってもあかんやんって言ってるだけの話で、はい、そうやろ。その通りです、うん。まあ好きやから言うねん。だから愛してるからこんな時間取って本気でな、怒んねん。本気で教えんねん。はい。どうでもよかったら絶対言えへんから。ありがとうございます。その気持ちだけは組んでほしいな。はい。頑張って。はい、ありがとうございます。頑張り。まあまた。はい。まあ見てますよ。はい。はい。な、変われよ。はい、ありがとうございます。はい。以上です。はい。ありがとうございました。たくまそっちで待っとけ。あ、わかりました。うん。そう、何お前まで凍りついてんの。何でお前まで凍りついてんの。何で凍りついてんの。もう顔が凍りつきすぎやん。顔が凍りつきすぎる。エネルギーがちょっと熱力が。いや、人にさ教えるってエネルギー使うから。でも俺本気やねん。ほんまに本気やねん。本気であいつにも言ったけど、本気であいつのこと愛してるし、俺従業員のことほんまに自分の子供やと思ってるし、ほんまに愛してるから、どうにかしたいの。でどうにかしたいって言ってこっち、うちの会社に入ってきてくれてるから、ほんまにどうにかしたいの。ケンさんと出会っても変わりませんでしたなんか言われたくないの。でもだったら、本気で来いよって。今の自分の欲を取ってる時間なんてないやろって思うから。まあでも、多い時1日5人とかこういう感じでやるで。5人も、うん、多い時でな。特にうちは男が多いからさ。女の子にはこういう言い方せえへんで。うん、女の子の指導は女の子に任せる、うんうん、俺はやっぱ気持ち分かれへんし、分かりにくいから、幹部の子たちは喋るけど、うん、まあこうやって怒ることじゃない。男はさ、俺お前もうほんまで言うとジムに呼び出しても殴り合いたいぐらい、うんうん、ほんまに根性叩き直した、うん、そういう根性。まあでもそれは実際だ、でけへんから。まあ今日呼び出し怒ったけど、まあこんな感じですよ。で本気やからこそ、俺本気じゃなかったらマジで絶対言わない。マジで体力使うし、コウスケにもさ、もちろんさきつく言う時もあるやん。でも俺好きやから言ってるだけで、愛してないやつに対して言わんから。人って絶対そうやと思うから。だって本気じゃない人はどうでもいいからさ、言われたことだけやっといて終わりやん。でもそうじゃないと思ってるから、一人一人が俺の元にいてくれる間はね。だからまあよく社員はこう変なやつやけど俺にビビってるけど、
怒ったら怖いですって言ってるけど、まあ、でも好きだから怒る、好きじゃなかったら怒られへんね、うん、時間も労力も使います。そうやね、俺もそんな暇じゃないから、うん、全然暇じゃないから、ね、そこはなんか受け取ってくれたら嬉しいなと思う、うんうん、まあでもこれでみんな変わってくれるから、うん、まああの時俺も言いたくないから、ほんまに可愛いから、めちゃくちゃ可愛いから、自分の子供やからめちゃくちゃ可愛いし、めちゃくちゃ愛してるから、別のこと先のタクミの伝えめちゃくちゃ愛してるから、ほんまは怒りたくない、一緒に笑って飯食いたい、うん、ただ言ってあげないとあいつがこの先苦しむことになるから、うん、俺は心を鬼にして言う、うん、これから話聞いてると酒でやらかした過去があって、うん、同じ過ちを繰り返そうとした、そう、まあまあ、今回やらかしたはないけど、お酒飲んだ。あと、怒られているっていう状況にもかかわらず、レスポンスが届いて、つまりその認識が甘かった。そういうこと。そういうこと。そういうこと。だから俺がさ、例えばさ、コウスケに対してな、うん、LINE するとするやん。コウスケ、お前はこれ、動画なんでこんなんなってんね、うん。で、まあ、それは申し訳ありません。すぐ帰ってくるとするやん。じゃあさ、まだ俺絶対何か言うやん。うんうん、だったら破裂とかなんか、そっから3時間よくレス取れないって、もう甘いね、うんうん。あ、違う。あ、なんか言うてるわ、で終わりやと思う。そうじゃないや、うん、だからお酒に関してはまあ飲んでるのも、まあさっき言ったようにこんな時期に飲んでるのもおかしいと思うけど、まあでもまあ酒がすぐに好きでストレス解消で飲んでたやったらまあまあええで、俺と約束はしてなかったから飲むなっていう、でも昨日約束はしたからもう今日からやめさすけど、うん、一番はやっぱ俺がムカついたのはやっぱそこのレスポンス、うん、連絡が返ってこないレスポンスじゃなくて怒ってる途中に時間が空くっていうこの認識の甘さ、そう、に対して本質分かってないんじゃないのって、これが本質やねって教えたかった、うん、もう昨日もずっとイライラしてた、普通それでさ3、4時間空く、うん、まあ、酒飲んだか眠ってたかなんか知らんけど、普通もうけずっと携帯見てるやろ、うん、間違いない、そうやろ、せめてさ自分の LINE で終わるまでは見てるくらい、うん、そうですね、うん、まあでもいい勉強だったんじゃない、まあな、涙も流してたし、それぐらい熱いやつなのよ、うん、だからこそ俺本気で変えてあげたいよね、うん、お前何回も言うけど大好きやから、うん、まあこれででも心入れ替えて、まあうちの社員とかはそもそもレベル高いと思うから、うん、まああいつも分かってくれてこう成長して、まあ1年後2年後はいつになるか分からんけど、まああの時教えていただいてよかったですって言ってもらえたらね、俺も嬉しいし、まあだからあいつに関しては特にね、まあ悔しい思いして離婚してもっと金稼がなあかんって思って俺のところに来たから、その気持ちで俺はすごい熱くなったし、その気持ちでだったらお前本気でやれんのかって面接の時言ったら本気でやれますって言ったんやから、言った以上自分の言葉に責任持ってやれよと、うん、まあ、そんな感じですよ、まあ、日々こんなことしてたらほんまにね社員に怖いって言われるから言えないけど愛を感じます、あ、ほんま、うん、何お前もうるっときてる今日はちょっと密着させていただいて、はい、まあこれからもまだこういうリアルをね全然見せれるときは見せれたらいいかなと思うんで、はい、はい、全然僕は隠さないんで、今後も池田さんに密着していこうと思います、はい、ありがとうございました、今日はお疲れ様でした、はい、お疲れ様でした、ありがとうございました。